お仕事は何かやってみたいなっていうこととかあります？あー、まだはっきりとは決まってないんですよね、うんうん、でもなんだろう、科学系、うん、理学系みたいな感じのところを少し考えてるかなってぐらいがぼやーっとなんですよ、うんうんうん、ですね。そういう時にもその自分の直感っていうのも大事になってくるし、データをもちろんたくさん出すのも大事だけれども、なんかひらめきみたいなのも大事ですね。こうアイデアが浮かぶ、そういった意味でもこのね、月給っていうんだけれども、ここに向かって頭脳線が伸びていくのね。頭脳線って仕事とか、まあ、頭の使い方っていうのを表すんだけど、クリエイティブなタイプなんですよ